雪の降りしける中、作戦を実行すべくミスター T とキャプテンジャンプと白銀の世界へやってきた。今回の目標はコーラを10本用意して、5ガロンのボトルなんですけれども、5ガロンのボトルにコーラを満タンにして、ありったけのメントス、この蓋のサイズからしてメントス3セットが限界なんですけれども、ドルやんか、このメントス3つを打ち込んで、キャプテンジャンプ、キャプテンジャンプがどれぐらい飛び上がれるかを検証するという実験です。ちなみにキャプテンジャンプはこの蓋に乗ってもらって、コーラがこの蓋を爆発させた瞬間にキャプテンジャンプは飛び上がる予定です。ミスター T、一発練習しますか。やろうか。セット。おお。そして3つのメントスセットを準備。さて、壮大な実験ですよ。狙いとしてはですね、メントスを一気に入れた瞬間にこの蓋を閉じて、この蓋は反対向きからこの真ん中のキャップ部分が飛び出るようになっているので、ここからコーラが飛び出る予定となっています。その上にキャプテンジャンプを即座に重ねて、そのコーラの飛び出した勢いでキャプテンジャンプが飛び上がるという狙いです。いいですか、ミスター T。Yes. Set. Fire. Fuhatsu? なんか抜けてねえか。なんかシュッシュッ言ってるぞ。ヤマム。ヤマム、結構危ないですからね。一緒に厳しいトレーニングにも耐え抜いてきた。一緒に杯も交わした。お疲れ様です、キャプテン。一緒にお風呂で語り明かすこともあった。そんな強いキャプテンは世界中のどこでも生き抜いていけると思っていた。キャプテン！キャップだけ飛んで、キャプテンジャンプの任務は失敗。基地に戻って反省会ですね。反省しろよ。何やこれ、おい。終了。あれ、キャップどっか行っちゃったな、これ。キャップだけ飛んでっちゃった。